はい、今日は山下さんと松尾さんについて、私なりに解説をしようかなと思っております。両方の意見が出たので、まあこういうことだろうなっていうのが見えてきたんで、まあこういうことでしょう、おそらく皆さんっていうことです。山下さんと松尾さんです。で、松尾さんに関してですが、松尾さんはですね、まあ業務提携なんですよ、基本。クビになって、山下さんとこ事務所がクビになったらクビになったらクビにされたって騒いでますけど、違います。業務提携です、これ、ただに。で、業務提携とは、松尾さんっては別に事務所に所属してるんです。松尾さんはどっかの所属事務所に松尾さんは所属してるんです。音楽プロデューサーとして。そういう事務所に、芸能プロダクションに所属してるんです。ただ、その芸能プロダクションがちっちゃすぎて、ま、その、そのちっちゃい芸能プロダクションだけで仕事を取ってこれないから、営業力弱くて。で、ちょっと松尾さんが山下さんのところの、事務所、まあ、山下達郎っていうのがいるから、竹内まりやもいるし、割とでかいところの事務所だから、まあ、そこをちょっと間借りしようと。で、そんで、まあ、業務提携っていうことでこう提携するわけですね。そうすると、山下さんのところの事務所が松尾さんの仕事を取ってくるわけですよ、音楽プロデューサーとして。どうですかと。で、この中、この中、この今、このアーティストさんの作曲をお願いしたいんですよって、どうでしょうかって言ってね。で、山下さんとこの事務所が取ってきて、それを松尾さんに振り分けるっていうことをやってたんです、業務提携として。ね、作曲の仕事とか作詞の仕事が来た場合ね、どうだ、松尾君やってみないか、これ っていうのはね。まあ、そんな感じのやり取りだったんですけども、協力関係なのよ、これ。だ、わかりやすく言うと、大泉洋って、所属事務所がね、オフィス9なんですよ。札幌にある。ちっちゃい事務所です。ミスターの事務所です。水曜どうでしょうならわかると思いますけど、見てる方はわかると思いますけど、ミスターが社長やってる事務所の所属なんですよ、大泉洋って。元は。今もそうです。オフィス Q なんです。ですけど、オフィス Q ってアミューズと業務提携やってるから、その東京の仕事っていうのは、札幌の一ちっちゃい事務所ですから、本当に事務所ですから、東京の事務所、全国の仕事なんか取ってこれないわけですよ。営業力弱いから、そっちまで行くのも大変だからっていうことで、で、アミューズと業務提携するわけですよ。そうすると、アミューズが大泉洋の全国区の仕事を取ってくるわけですよ。要するに、キー局の仕事とか取ってくるわけ。ね。で、アミューズって、だから、福山雅治とかいるところの事務所ですよ。だから。大きい事務所です。だから。で、だから、だから、アミューズには所属してないんだよ。ただ、曲がりっていう形にしてるだけの話なんだけど、これで松尾さんは、これは山下さんの事務所に曲がりしてたんですよ。で、曲がりしてたんですけど、それが双方の合意のもと解消しただけの話です。6月30日の段階で。ね。双方の合意のもとです。 だから、山下さんの事務所が言うには、双方の合意のもと解消しただけですということです。で、2、山下さんには恩がありましたということで。まあ、これはサンデーソングブックの、まあ、あれが、まあ、言ってることが正しいかとすると、山下さんは昔あまり売れなかった時に北川さんに認められて曲を提供することになりましたと。北川さんとこの事務所の、アーティストさん、歌手さん、アイドル歌手さんに曲を提供してみないかって言われて、いいんですか私みたいなので、いいよいいよって、好きに作りなよって言って、言う、好きに作りなよって言われて、で、作って、まあ、それで近藤真彦とかに曲を提供してたわけです。もうっていうか少年隊とかで昔ね、やってました。で、ですね、で、KinKiKids にもガラスの少年とかでもやってあげてましたけども。で、これで山下達郎さんも売れるんですよ、バーンって。で、それが恩があるから、今も応援してますよって、それだけの話です。事務所のことは応援してますよっていうことだけの話です。だからですけど、その、で、北川さんが事務所内で何をしてたかってなどについては、所詮よその事務所の部外者である山下さんは知る由がないんですよ。当たり前の話です、だって。それでね、山下さんが北川さんのところの事務所に所属してたら、この話も別なんですよ。見てたろ、お前っていうね。見てたし、お前所属事務所から歌い聞いてなかったか、お前みたいな話になるんだけど、所詮山下さんの事務所ってのと、北川さんの事務所は別ですから。ね。で、そこに北川さんのところの事務所からオファーがあって、
で、山下さんは曲作って、で、北川さんのご事務所に持ってっただけの話ですから。持ってって、で、レコーディングにただどこまで首突っ込んだかわかんないんですけど、上げてただけです。提出してただけです。発注されたものを届けてただけの関係なので、山下さん的には北川さんとか事務所の中で何が行われてたかなんて知る由がありません。わかりません。で、昨今に話題になっている北川さんに対する告発に関しては、本人が亡くなった後に出てきたことでありまして、で、物証もなければ、反論も、北川さんも亡くなっちゃったから反論できないんですよ。俺はそれやってみようとか 言えないから、なんとも言えない立場なんです。だから山下さん的には。だから恩があるから、北川さんには大した恩がある。恩が、自分を見つけてもらえた恩があるから、その世間がわーって言ってるように、自分もお前を襲っただろうとかって言う立場ではない。憶測だから。割と、だから要するに、冷静に見てますよって話なんだから、要するに山下さんは。世間が、今一生懸命あそこ事務所のところ叩いてますよ。だからその少年に対して襲っただろうとか、例えば小学生相手になんか裸にさせた、云々っていうのは、これはまあ、いや、本当だったら本当に言うことは由々しきことでありまして、これはもう性犯罪ですから、ですけど、で、これに関しては、だから憶測でしかないんですよ、確かに。本人がやられたって言ってるだけの話なんで、だから物証はないのかって言ったら物証はないんですよ。本人の証言だけなんですよ。ただ、いや、この少年が嘘をつくわけないだろうっていうことで、世間は皆さんはこの少年に関して擁護してるだけの話なんで、いや、これがもし嘘ついてたらどうするんだろうって話なわけですけど、で、物証がない以上、山下さんは、だから冷静に見てる側なんだよ、だから。これに関しては、だから。で、我々、世の中にはやっぱり、山下さんみたいに、この事件に関しては騒がれてることに関しては、忖度とか云々で、冷静に見てる人が一定数いるわけですよ。いやいやいや、みたいな。ね。で、冷静に見れない人が頭に血のぼってて、パーってなってる人が一生懸命騒いでるだけの話、叩いてるだけの話なんですよ。でも、冷静に考えたら本当にこれだって、別に北川さんが認めたわけじゃないわけだからし、物証があるわけでもないし、ビデオが残ってるわけではないわけで、写真が残ってるわけでもないわけだし、ね。ないわけですよ。ただ、やられましたっていう騒いでるだけの、騒いで、本当告発、本当に告発、これが本当なのか嘘なのかもわかんないんですよ。本人が亡くなってから、だから本人が亡くなってから告発してきたから、今まで本人がいたから、怖くて言い出せなかったんだよね。頑張ったね。怖かったよね。っていうのかもしれないし、いやね、北川さんが亡くなってるから誰かから吹き込まれて、襲われたことにしとけ、みたいな形でいきなり言い出してる可能性もあるわけですよ、それは。だからそれが何なのかわかんないから、それが真実か、それがどれが真実かわかんないから、山下さん的には、冷静に見てるだけなんです。静観してるんです。そういうこと。忖度とかなんか静観してんの、これは。だから、これは。よそのことだから。ね、そういうことです。で、つまり、どういうことかっていうと、何とも言えないんです。VS、なんか言えやっていう、これは争いがあったということです。つまり、山下さん側としては、この件に関しては何とも言えません。今説明したとおり、何とも言えません。松尾さん側は、なんか言えやって言ったんですけど、山下さん側は、だから、憶測だからね。松尾さんは、僕は言いますよ。憶測だ、なんだか、僕は、これをあげますよって言って。山下さんが、憶測でしょ、だからうちらはよそもんでしょって言ったんで説得したんだけど、松尾さんは、いや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 、ならやめますよって言ったんですよ。山下さんが、残念ですって、社長が残念ですって言って、で、ご不当法合意のもと解消しただけだ。だから方向性が全く違うから、で、だっていい仕事できないじゃん。だって、いがみ合ってんだから、だって、これにいがみ合ってる時に、いい仕事はできませんから、お互い、山下さんも松尾さんもそうでしょ。なんかその、喧嘩を見てる。だって冷静になって、冷静になれないんだから、冷静になれなかったらいい音楽作れないわけじゃ。だって、ストレスかかったもんでいい音楽作れないんだから。だから、じゃあお互いに、じゃあ解消しましょうかと。ね。残念ですっていうことになったんで、6月30日に契約は解除された。それを松尾さんが切られたって、プンプンって言って、騒いでるだけなんです。山下達郎さんの名前まで出して。で、山下さんは、この件に関しては関わってないんです。だから、社長がただ、無理ですね。
残念ですって言ったのは社長さんの話です。で、山下さんにも聞いたんだけど、山下さんも結局この何とも言えない派ですから、僕は何とも言えないんだよっていうふうに言ったんだけど、松尾さんは、いや、なんか言えよって言うんですよ。いや、それじゃあ、北川さんのところと仲間されちゃいますよ。いいんですか、それでもって言ったらんだけど、山下さんは音があるから、いや、それでもいいよみたいなこと言ったんだ。僕は冷静に見てるよ。憶測だから、あんなの、あれは憶測で騒がれてることだから、僕は何も突っ込む意味はないよって言ったんだけど、松尾さんが、いやってみたいな。うん。で、切れたと。で、松尾さんがそれで騒いでるだけの話なんで、このジャニーズに言って、北川さんとこの騒ぎに乗じて、ただ松尾さんは騒いでるだけなのじゃないかなと。うん、つまり、だからこれどういうことかっていうと、まあ、だから松尾さん、業務提携しなきゃならないぐらい松尾さんとこってちっちゃい事務所なんですよ。で、やっぱり、山下さんのとこ事務所抜けると、ちょっと仕事を取ってくるのが辛くなるんですよ。水族館するとね、これも、私は憶測で物言いますよ。だから、そうすると、そのつまり、自分で仕事はもうちょっと、まあ、松尾さんはすごいプロデューサーではあるんですよ。だからそれは名プロデューサーでもあるんですけど、ただ事務所がちっちゃすぎて事務所がちっちゃすぎたから仕事を取ってこれない、オファーが取ってこれないわけですよ。今まで山下さんのところの事務所を通してオファーしてもらってたから、その強力な、その何、受注先がなくなっちゃったわけだから、ちょっとこれからちょっと仕事がなくなると。だからちょっとここちょっと名前売っとこうかなっていうのもあるのではないかなと私は思うわけで、ちょっとここで大騒ぎして松尾って、だって松尾清って名前知ってた人どれくらいいますところで、今までこの騒ぎが大きくなった時に松尾清って名前知ってる人どれくらいいました、今までこの騒ぎになるまで。私は知ってましたけど、松尾清って、メロンの夜って、NHKFM でたま、ああいう、毎週月曜日からだったかな、夜中にラジオやってるのは、これは知ってるの。メロンの夜って。で、まあ、俺ずっと前から聞いてたから、松尾清って名前知ってるわけ。だから知ってたんだけど、それだから、それは、だから、あと、曲提供してもらったアーティストさんぐらいのファンぐらいじゃないですか、松尾清の名前知ってたっていうのは。うん。いい曲は作ってんだけど、まあ、そこそこ、まあ、なんかそう、みたいなのがあるんだけど、だから、おそらくですけど、ちょっと山下さんのところ事務所を抜けるから、ちょっと今までのちょっと大きいところからちょっとまたちっちゃい弱小の方で戻っちゃうから、ちょっと僕にもちょっと仕事ちょうだいよっていうね。俺声を上げて、こんなに声を上げてんだよ俺、北川帝国にこんなに声を上げて、俺は上げたんだっていうのこうなんかで、お仕事をもらおうっていう、まあだから入ってくると思いますよ。だからおい、勇気ある人だっていうことで、ね、松尾さん勇気あるなって、それは松尾さんの方が、だって今世間は松尾さんの味方でしょ。だってじゃあ松尾さん、じゃあその会で松尾さん、今松尾さん乗りに乗ってるから、じゃあいい曲書いてくれるかもしれないって言って、楽曲の提供お願いしますって人がいっぱい来るかもしれませんから、まあそれはそれで松尾さんの作戦が打てるんじゃないかなと思ったりなんかするわけですけど、だから本人そんな怒ってないじゃん、松尾さんって。だから今だってこんだけ世間話題になってんだから、で松尾さん的にはしてやったりだしよ、だから、うん、こういう人もいるよみたいなのがあってね、まあ何を治ったっていうので、まあ一つね、でまたでもだから、ま、あ松尾さんみたいな、これガッツのある音楽プロデューサー、物を言う音楽プロデューサーって言ったら、僕の事務所に欲しいなってことで、じゃあ山下さんから抜けちゃったんだから、じゃあ次うちの音楽事務所とちょっと協力しないかという、そういうオファーもあるかもしれませんから、まあそういうことで、だから弱ったりなのよ、芸能界って。やっぱりこういうの、この世界って弱ったり、山下さんは人間同士のつながりで、恩でできてる芸能界って言ってたんですけど、あと弱ったり上手がやっぱり芸能界って再生しますから、で松尾さんだから、どっちもだからこれはね、不幸にならないの、これは。だから山だから松尾さんは松尾さんってどっかに弱たり上手だ、この人弱たり上手な人だと思うんだよ。だからそれまた別のところで業務提携してまたうまくやっていくと思うんだよ。だからこの人はまだ若いし、うん、まあ、そんな感じでございます。今日は山下さんと松尾さんについて解説してみましたけども、こういうことだろうということでですね、ですけど、私的にはですね、どう思ってるかっていうと、まあ、山下達郎は応援しようかなと思ってます。別に皆さんに言うけど、聞かないとかって、聞かないったって、もうクリスマスに聞くはめになるんだからしょうがねえよな。夏も聞くはめなんだからしょうがねえよと思って、でも別にいい曲多いから、山下達郎さん、別に逆に聴こうかなと思いますから、これから一生懸命ね。いや、いい曲だみたいな。うん。
それからあとジャーニーズ事務所に関しては別に私は何とも思ってません。別に思ってませんし、まあ、いい曲もいっぱいもらったし、まあ、それだって私もジャーニーズの曲聴いて育ってきたから、昔からだって昔の大体少年隊に近くて渋垣隊に行って光源氏男組と聴いてきた人間ですから、それは男だけど、うん、いやいい曲あるなと思ってね、一生懸命聴いてきた、で近畿キッズも聴いてきた、育った世代ですから、それは別に今更なんか悪く言うこともねえだろうっていう、感じではありますね。うん、はい。でまあだからちょっと頑張ってほしいな。今ガタガタで、あそこの事務所ガタガタだから逆に応援してんだよ。だから今ちょっとガタガタ来てるから、ちょっとね。で今だからガタガタ来てるから今ちょっと事情作用があっていいんじゃないかなと思ってたりなんかするんですけど、逆に。うん、ただ今さっきテレビにどこのテレビも出してくるのだけはちょっとやめてほしいなっていうのがちょっとね、っていうのもあったりなんかするけど、歌だけで知ってほしいよなっていう、出るんだったらっていう、まあ思ったりなんかしますけど、うん。だからまあでも昨今のなんか何でもねじ込んでくるのはちょっとな、ちょっと何でもかんでもどっかの数なんか何かしらねじ込んでくる営業力っていうのはちょっと、まあアップフロントも見慣れって思う時あるんですけどでもあれはちょっとやりすぎだなって思ったりなんかします。でもまあ別に曲はいい曲が多いので、別にそれは以上でございますね。はい、今日は山下さんと松尾さんについて解説してみました。はい、以上です。はい。